が止まったらすぐ椅子に座るんだ。椅子があればね。音楽。誕生日坊や。ああ、最初に負けるなんて本当に運が悪いよね。ナイト忍者に勝つのは無理だ。スーパーリザードクリップ。さあ次だ。あ、ごめん、僕の椅子だよ。はは、バイバイ小鳥ちゃん、君の負けだ。悔しい。ナイト忍者やるわね。残りは僕たち2人だ、子猫ちゃん。当然僕の勝ちだ。そうだろう。もし君が勝ったら、あのケーキを落としてやる。そんなことはさせない。そうかい。僕のパーティーなんだ。僕が負けたら誰にもケーキは食べさせない。キャットボーイ、ナイト忍者を勝たせて。はっ、じゃあな、子猫ちゃん。スーパーキャットスピード。ここに座るの？どうやって？だけど、ちょっとキャットボーイ、ナイト忍者に勝たせるんでしょ。何？でもこの風船をパーティーに飾りたいだろね、結構。何をやってるんだ、ベタベタ足のトカゲめ。忍者リード。うわー、そんな。ナイト忍者は追いかけてこない。負けたって分かったみたいだね。月光のケーキが危なかったよ。ちゃんと取り返したし、マスターファンの風船も手に入った。さっきも言ったでしょ、トカゲのパーティーをするんだよ。別にいいじゃないか月光、この風船を飾ったら最高だよ。あ、かっこいい、マスターファンのケーキ。トカゲのケーキが欲しかったけど、この変なケーキで我慢することにしたよ。それとも取り替えっこするかい。待って、結構人形置いて早く手伝って。わかった、すぐに行くよ。こっちで待っててね、友達を手伝いに行くから。そいつはもらうよ、スーパーアルウィング。スーパーキャットジャンプ。おいでいびき坊や。はい、どうぞ、そこに座ってて。居心地いいでしょ。みんな今行くよ。見てごらん、こいつヨロヨロ歩く恐竜みたいだ。いびきをかく恐竜、名前をつけてあげよう。ああ、いびきサウルス。うわ、ルナガール人形を動かすのが上手なんだね。月光、ルナマグネットを奪うんだ。キャメロンを起こさないように助けなきゃ。月光が人形でのんびり遊んでたせいでこんなことになったんだよ。わかってる？うん、わかってる。ごめんね。よし、行くぞ、パジャマスク。ねえ返して。さあキャメロン、お家のベッドに戻ろう。これどうやって使うのかな。うわあ、ゲッコ、何をやってるの。キャメロンを安全な場所に連れて行く。ほら見て、僕はイビキサウルス、お家のベッドに戻るよ。来て、こっちだよ。おっと、ごめんね、こっちだ。ゲッコ。遊んでちゃダメだって。ちゃんとやってるよ、キャメロンをうまく動かしてるんだ。ああ、ちょっと離して。も、持ってられない。あ、うわあ。さあ、捕まえたぞ。はっ、そんなちっぽけな乗り物で僕のスーパー忍者バスに勝てると思うのか。小さいけど平気かな。今助けるね、結構。大丈夫だ結構、僕がいる。あ、しまった、動けない、助けて。結構、お願い助けて。ヤモリもびっくり、僕に助けてほしいの。だって友達だろ。友達はいつでも助け合う、
それで二人とも手伝ってくれてたんだ。そう、僕だって君たちのことを助けなきゃね。今こそヒーローになろう。月光モービル尻尾攻撃、やった。スーパー月光パワー。何をするんだ。頭にくるヤモリで。取り上げるなら代わりにパジャマスクの車をもらうことにするよ。そして忍者ブラックと忍者ブルーに塗ってやる。キャットボーイアウレット、お願い助けて。今行くね。結構ねえ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 、やっと逃げられた。おいナイト忍者、僕たち3人が力を合わせれば忍者リンドなんか敵じゃない。は、どこ行ったんだ。スーパーキャットのジャンプ、はいや、ベタベタ手裏剣。ゲッコ、アウレット、助けてくれ。は、お前はそこから動くことはできない。ナイト忍者、すぐキャットボーイを離して。忍者リーノ、やれ。スパイを使ってパジャマスクの基地に入るのが無理なら昔ながらの方法でやるまでだ。しっかり押さえておけ。どうしたらいいんだろう。このままじゃナイト忍者に基地を乗っ取られる。助けてくれるの。ありがとうミニ忍者リーノ、君のことずっと疑ってたのに。困ってる人は助けなきゃダメだよね。ごめん。今こそヒーローになろう。さあ、話してもらいたいんだったらどうやってお前たちの基地に入るか言うんだ。え、嫌だよ。は、なんだ、逃げられたのか。そうだよナイト忍者、基地は絶対に渡さないぞ。キャットボーイがお前を止める。ああ、お前がこのパジャマ猫を自由にしたんだな。そうだろう。はいや、やはいや、スーパーキャットジャンプ。ダッチ。まぬけな忍者リーノどもめ、僕が自分でお邪魔スクを倒す。ベタベタ手裏剣、ベタベタ手裏剣、ベタベタ手裏剣。危ない。そいつを助けるのはやめろ、ミニ忍者リーノ。はっ、はいや、はは。スーパーキャットスピード、やったね。あ、ふっ、大丈夫、なんでもないよ。うん、僕も大丈夫。ねえ、どうなってるの。キャットボーイが二人になっちゃった。わかってる。うん、僕も。でも見た目も声もちょっと違うよ。スーパーパワーのせいでそっくりそのままにはならないのかもね。ロボットだ、見て。いいか、マシンを取り返すんだ。パジャマスクじゃなくてお前たちを増やしたい。マシンをこっちに投げて、光ってるところを壊すよ。無理だ、ロボットが多すぎる。それかパジャマスクの数も増やせばいいのかも。やったやった。びっくり、4人になったの。キャットボーイのみんな、いい作戦があるんだ。一緒にやろう。あのロボットを遠くに転がすぞ。やめろ。よし、ロボットは終わりだ。へえ、そうかい。お前のコピーは言われた通りにしてないぞ。何やってるんだ、遠くに転がして。もっといいこと考えた。ロボットが目を回すまでくるくる回すんだ。街をあちこち転がしてロボットを迷子にするよ。僕はこの上に乗って走る。すごくいい運動だよ。じゃあね。うわ、危ない。ああ、
マスクを捕まえてぶら下げろ。ロミオのマシンを奪い取ろう。今度は作戦通りにやってくれる？もう一度僕にやらせて。いい案があるんだ。キャットボーイがたくさんいれば必ず勝てる。探してるのかトカゲくん。スーパーキャットスピード。スーパー月光センスが間違ってたんだね。スーパーセンス？やめてくれ。間違ってないよ。ナイト忍者はちゃんと学校にいただろ。ナカじゃなかったけどね。お前とお前一緒に来い。奴らの旗を取りに行く。残りのものはこの旗を守れ。ナイト忍者が旗を取りに行った。アウレットを助けに戻ろう。邪魔なのは小鳥ちゃんだけか。なんだって？トカゲ坊やが森に向かった。よし、あの間抜けにスーパーセンスが本物だと思わせてやろう。なんで森に来たの？ナイト忍者は基地に行ってるはずだよ。この近くにいるって月光センスで感じるんだ。本当だよ。ほら、あそこ見つけたぞ。残念だけど誰もいないよ。スーパー月光センスなんてないんだろ。スーパーキャットスピード、うん、どうなってるんだ。ナイト忍者が近くにいる。ベタベタ手裏剣が証拠だよ。スーパー月光センスでナイト忍者の場所を探してみる。あっちだ、行こう。マヌケなあのトカゲはインチキパワーで僕に勝つ気なのか。ちょっとばかり思い知らせてやろう。はいや。スーパー月光センスで分かったんだよ。ナイト忍者はあっちに行った。は？手裏剣がくっついてる。全部剥がさないと月光モービルを動かせない。そんな時間ないよ。ついてきて。スーパー月光センスで分かるんだ。ナイト忍者は裏から基地に入ろうとしてる。湖の反対側から？スーパー月光センスで2回間違えたんだ。また失敗したらどうする？じゃあ一人で行くよ。僕が正しいって見せてあげる。待って、アオレットを手伝わなきゃ。ナイト忍者に旗を取られちゃう。アオレット、大丈夫？本当ごめん。アオレットなのにフロッシーフラッシュになろうとしたりして、私のせいで大事な本を取られちゃうね。もういただいたよ。全部僕の写真に書き換えてやるんだ。急いで追いかけよう。キャットカーに乗れば追いつける。わかった、今回は私自分のパワーを使うわね。今こそヒーローになろう。フロッシーフラッシュの本を持ってったよ。アウルアイ。よし、悪者がいる場所はあそこね。キャットカー隠れろ。タイミングバッチリね。はい、ロープをしっかり持ってあの木の間にピント張って、なるべく低い場所に。ロミオを止めたかったらまずはじめにあのロボットを止めなきゃね。あとはどうしたらいいの？あとはアウレットが自分のスーパーパワーを使って活躍するのよ。まずスーパーアールウィング、次はアウルアイ。やっほー、見てロミオ、私の大好きな本はまだここにあるよ。何？ロボット、本を奪え。そんなんじゃ勝てっこないよ。本をよこせ。待て、ここまでおいで。逃げるな、1秒間静止するんだ。行けロボット、捕まえろ。のフロッシーフラッシュの本が役に立ったね。おい起きろ、この鉄くずめ。いいね、ありがとうご主人様、元気が出ました。主人はアウレットじゃない、この僕だ。キャットボーイ、ぴょんぴょんグローブを僕に使わせて、すぐロミオをやっつけるから。ダメだ結構、この僕ぴょんぴょんグロー
してくれないなら代わりにジェットパックを使う。待って月光、気をつけて、ジェットパックはすごく危ないんだ。このままじゃ月光が危ない。ピョンピョングローブを貸してあげなかったせいだ。キャットボーイ助けて。待ってて、アオレット、すぐにほどいてあげるよ。ああよかった、スーパーアールウィング。しまった。いよいよ世界を征服するんだ。よし、最初はスカイスライムキーキー、それともペチャンコトロン、ああそうだ、クサクサプーを使うんだった。僕は天才だ。ねえ、どうしたらいいの。いい作戦がある。本気、キャットボーイ、どうしてもピョンピョングローブに乗りたいの。うん、僕より月光の方が上手だからね。今こそヒーローになって月光に頼むよ。うわー嬉しいな。乗ってキャットボーイ、二人で一緒にやろう。よし、行くぞ。この声聞き覚えがあるね。忍者リーナはすごく強くなくちゃダメなんだ。ナイト忍者だ。忍者リーナ軍団が運動の道具を使ってるよ。ああ、こんばんは、パジャマスク。運動の道具を返せ、ナイト忍者。お昼にみんなが使うんだ。僕だって使うんだよ、スーパー忍者リーノのためにね。どんどん鍛えてどんどん強くなる。そしたら僕の素晴らしい忍術を全部教えてやるんだ。僕の方がずっと強いもんね。運動の道具を取り返そう。ここからは僕に任せて。悪いけど君たち、この自転車は返してもらうよ。お昼に子供たちが使うんだ。うわ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 、やめてよ。あうわうわ、忍者リーノたちほんと強くなったね。だろ、もう少しで僕の練習相手になる。もう少しって言っただろ。それじゃあ次のトレーニングエリアに行くぞ。ページをめくれ。惜しかったね月光、やっぱり3人で戦う方がいいよ。いやだ、忍者リーノはみんな小さい、僕一人でも勝てるはずだよ。行こう。アウルアイでロミオを探してくれ。いいよ、ちゃんと謝ってくれたらね。謝る？さっきごめんって。ちょっと、分かったよ、本当にごめん。それで、頼むからロミオの場所を。空飛ぶ恐竜、ロボット恐竜で怖がらせちゃったかな。ファイヤーファーボール。さすがロミオ、大きな恐竜の模型を盗み出して空を飛ぶなんて誰にもできないだろう。盗んじゃダメだよロミオ、すぐに取り返そう。返さない
いよ。この恐竜でまず町のやつらを驚かす。それから他の恐竜を全部盗んで世界中に攻めていくんだ。そして世界を征服する。そんなことはさせないぞ。そうかい、こいつに勝てるか。うわっほー、子猫ちゃんを怖がらせちゃったみたいだね。行くぞ、飛べ飛べ飛べ。あの猫も脅かしてやろう。間抜けなパジャマスクがまた来るかもしれない。いい練習台だ。ほーら、猫ちゃん猫ちゃん。邪魔だ、どけ、前が見えない。だから猫は嫌いなんだ。今日は僕が代わりに運転するね。大丈夫だよキャットボーイ、元に戻す方法を何か考えるから。もう思いついたよ。ナイト忍者とロミオの周りをぐるぐる走って目を回す。それで僕が飛びかかってマシーンを奪う。でもミニマシーンは大きいよ。だけど君は小さい。平気だってば。ちょっとくらい小さくなったって今までと同じように活躍できる。さあ行こう。逃げられたってどういうことだ。パジャマスクたちは今どこにいる。悪者たちの目を回してやろう。なんだ。このヨロヨロ忍者。誰がヨロヨロだって。フラフラの変なやつ。ふっふっ、イエーイ。うん、うん、あ、うん、無敵のキャットボーイがミニマシンを奪ったぞ。小さくても平気さ、強いんだ。やだ。どうしよう、もっと小さくなった。ミニマシンを捕まえろ。キャットボーイはどこだろう。スーパーアウルアイ。キャットボーイ、どうしちゃったの。僕が悪いんだ。小さくて役に立たないのに無理したから。そんなことないよ、みんなで力を合わせてミニマシンを奪い取ろう。こんな小さいのにどうやって。キャットボーイ、どこにいるの？まさか踏みつぶしたりしてないよね？ね？僕は誰にも見えないくらい小さいんだ。待って、そうだよ。小さいって悪いことだけじゃない。うまく使おう。3人で力を合わせるんだ。今こそヒーローになる。また種から月の花が育って、そしてそれぞれの花がまた種を作って、その種から花がどんどん増えて。ちょっと口を出さないで。すぐに町は月の花でいっぱいになり、他の花が咲く場所はなくなる。町を覆い尽くす前にあの雑草を何とかしなきゃ大変だよ。うん、すごく大きな雑草はどうしたらいいって園芸クラブで言ってたっけ。掘って抜けばいい、簡単。ちょっと待って、大きな草には大きな根っこがある。根っこも取らなきゃダメなんだ。もし一本でも地面に残ってたら、そこからまた月の花が生えてくる。じゃあ全部掘っちゃえばいい。それがアウレット流の草取りよ。わ、わー、どうしよう、助けて。パジャマスクを一人やっつけた。残りは二人。スーパーキャットスピード。スーパー月光パワー。待ちな。作戦を考えた。あの花は夜に育つだろ。きっと光が嫌いなんだよ。アウルグライダーのハイビームを当てたら強い光で枯れるかも。待って、掘って抜くんじゃダメなの。私だって花のこと詳しいんだから。アウレット、掘るだけじゃ無理だよ。シャベルを使うからでしょ。アウルグライダーの爪を使えば大丈夫。
鼻の周りを飛びながらうまく掘るね。今度はあのベタベタのつるに捕まらないようにしなきゃ。根っこ掘り返しよ。おやおや、害虫のおじゃマスクが来たようだね。いえ、何も。きっとパジャマスクが邪魔しに来たんだ。どうしよう、鳥が。ダメだよ、あっち行って。ほら、行って。うん、珍しいことがあるな。待てよ、パジャマスクだ。そこにいるのか。見つかった、ゲコ、逃げて。この鳥見てよ。飛んでるのか座ってるのかわからないよね。鳥のことはいいから見て。危ない。次は頑張るんだな。ロミオがあの時計をセットしたら町中がノロノロにされちゃうよ。すぐに追いかけて。うん、無理だよ。月光モービルもゆっくりにされちゃったから。走ってロミオを追いかけるしかないね。行こう。町の真ん中に行くんじゃないんですか。慌てるな、時間ならたっぷりある。わかるか。あ、ロミオは一休みしてるみたい。それじゃあ作戦を言うね。一度に光線を浴びないように別れよう。アウレットと僕はロミオを攻撃する。月光は隠れてて、僕が合図したら出てくるんだ。うん、わかった。今度はよそ見しないよ。フルスピードで投げろ。見てろよロボット。ノロノロ光線の力は素晴らしいね。スローモーションのフライングディスク、うわー、かっこいい。またお前か。結構危ない。逃げて。うわー、しまった。ずいぶんのんびりだな結構。ごとするたびにどんどんひどいことになっていく。これじゃあ学校のダンス大会は開けない。かっこいいとこ見せられないね。諦めないで、キャットボーイのぐるぐる竜巻ならダンス大会を救える。そう、逃げ道は地面しかないんだ。すごい速さで掘れるのはキャットボーイだけでしょ。そうだね、笑われるなんて言わないでぐるぐる竜巻を襲わればよかった。わかった、失敗したっていいんだ。やるだけやってみるよ。今こそヒーローになろう。頑張れキャットボーイ、回るんだ。うわー、すごく笑える。ステージも持ってきたの。ダンス大会はもう絶対開けないね。僕の力で開いてみせるよ。笑われたって別に構わない。うわダンスじゃなくてお笑いのショーをやるつもりか。気にしないでキャットボーイ、お風呂の代わりだよ。どんなに変でも僕はやるぞ。ぐるぐる竜巻。何？うそだ、大成功。やったね。ダンス大会を救おう。何？リズム感がいいんだね。本当に？
どうせ口先だけだろ。本当だよ、踊ってみせて。足をどんどんやって、最後にぐるぐる竜巻で決める。わかった、面白そうじゃない。ねえ見て見て、キャットボーイそれで部屋にメダルを飾る。月光はものすごく強いから、岩を叩いたらどこかへ飛んでいっちゃうよ。他の手で行こう。ナイト忍者の周りを僕がぐるぐる回って。そう、私が月光をその中へ下ろし、岩を叩き壊す。違う、岩を基地に持っていくの。わかった、よし行こう。スーパーキャットスピード。この岩を基地に運んでいこう。一回だけやってもいいよね。スーパー月光パワー。月光はっ、トカゲのせいで大失敗。なのに岩にはへこみ一つつけられなかったな。よく見てろ、これから忍者マスターが必殺技をやってやる。忍者スマッシュクラッシュ。遊び場が大変。アウルウィングウィンド。受け止めて月光。よく止めたね月光。ありがとう。もう一回だけやってみてもいいよね。は？待って。気をつけるから大丈夫。僕ならメダルを取り出せる。スーパー月光トリプルパンチを使えば簡単。ふん。はっ、トカゲのパンチはヘナチョコだな。そうか、次は必ず割れる。見てろよ。僕はロミオ、自分の部屋を片付けたら世界を征服してやるぞ。うわっ、なんだろう、小サイザーのこのボタン。いた。うえ、ヤモリもびっくり、ものすごく大きくなったよ。かっこいい。やあみんな。結構誰にやられたの。そのうっかり自分でやっちゃったんだよ。ロミオの小サイザーで反対のボタンを押したら大きくなった。大丈夫、すぐ元に戻してあげる。ううん、この方がずっとかっこいい。ジャイアント月光だ。パレードの邪魔をするやつはやっつけてやる。僕は巨大だ。まずい、何か起きたみたいだよ。ルナガールだ、キャットカーに乗って。月光の一歩はスーパーサイズ月光サウルスの超巨大な一歩なんだ。ゴー。パレードを乗っ取ってやろう。車を盗んで私がパレードの女王になるんだ。サーガのみんな大きな拍手を。ガオー。ねえちょっと待ってよ、どうなってるの。公園まですごいスピードで送ってあげるね。上手だね、ナイト忍者を捕まえられるよ。飛ぶのが一番うまいのはアウレットだよ。だから作戦を立てて。私が？でも、ナイト忍者だ。ベタベタロープで熱気球を盗もうとしてる。教えてアウレット、どうやってナイト忍者を止めたらいい？やることを言って。あいつに空飛ぶものを全部取られたら嫌だろ。いいよ、気にしないで、自分でやってみる。いけパジャマスク。何？止まって、どうやるの。うわー、うわー、そんな、うわー。そん
り方見たことないよ。じゃあな、僕はこれでまったな。どうしたのアウレット、一緒に戦ってほしかったのに。ごめんなさい、ナイト忍者には勝てそうもないと思って。空中回転とか見たでしょ、アウレットの方がすごいよ。僕たちはそんなにうまく飛べない、だから力を貸して。アウレットなら勝てるよ、絶対に。わかった、アウロアイ。博物館のロケットも盗み出してる。ナイト忍者の隙にはさせない。どんな作戦で行く？作戦は、作戦は、ダメ、思いつかない。まあいいよ、行く途中で何か考えよう。キャットボーイ出動。キャットボーイ、なんとかして。うわあ、大変。飛んで飛んで、今やってるよ。うわあ、ナイト忍者はあそこ。最初のレースでは卵を落とさないようにゴールまで運ぶんだ。スプーンに乗せてね。ちょっと、悪いやつが勝ちますように。いいかい、よーい、スタート。よし、行くぞ。最高速度に上げるぞ、スーパーキャットスピード。飛ばしすぎだよキャットボーイ。うわあ、キャットボーイ、よくやった忍ちゃん。ああ、僕の勝ちだ勝ちだ勝ちだ。僕の名前はカッタ忍者。わはははは、これで僕が一勝、残り二つだな。このレースには負けちゃったけど、次は絶対に勝つよ。じゃあ2つ目のレースを始めよう。だけど、どうしてわざわざ足を縛って走る必要があるの？知らないね。でもやることは簡単だ。ちょっと、ズレしないでよ。うん、そのやり方でもいい。なんだその顔は。私は悪者だよ。いいかい、よーい、スタート。あったか、よく探すんだ、絶対欲しい。キャットボーイ、スーパーキャットジャンプをやって、それに合わせて私が飛んで月光を運ぼう。わかった、じゃあ急いで。3つ数えるね、1、2。待ってキャットボーイ。引っ張るはずなのに。うん、そうだよ。だから月のかけらを僕の石を引っ張ってる。やるじゃない結構。ふざけるな、緑の変なトカゲめ。アウルウィングウィンド、やめて。急ごう、ルナガールがああやってるうちに磁石の石を取り返すんだ。スーパーキャットジャンプ、取ったよ。やめろ、この石泥棒。石は全部返してもらった。もう月を引っ張る力は出ないだろう、ルナガール。でもこれくらいの力はあるよ。僕だってそれくらいの力はある。スーパー月光パワー。わー、じゃあまたね、ルナガール。わー、覚えてなさいパジャマスク。やった、月
元の場所に戻ったよ。磁石の石がなかったらルナガールはもう月を引っ張ることはできないね。大切な石を諦めるなんてすごい勇気だよ。よかったの月光。うん、石のことより後片付けの方が気になるよ。博物館の前に列車やロケットがいっぱいだ。みんなで片付けよう。パジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。さあ覚悟しなさい子猫ちゃん。ちょっとやめて。いいの？いいわよ。大丈夫。私に任せて。こっちだよ。私に任せてってば。は、3人で寝てな。バイバイ。パジャマ抜けどもが来る前に遊び場のものを全部吸い込もう。急いでルナガールを止めなきゃ。私タックルも得意なの。待って、みんなで力を合わせよう。まずはこのぐるぐる回るやつだ。させないわよルナガール。何、邪魔ばかりしてもう許さない。うおー、ここまでおいで。ダメだ、ダメだ。ねえ、おスーパーゲッコーパー。ムーンボールをすぐに壊そう。ルナガールがみんなのおもちゃを盗めないようにしなきゃね。待って、その前にすごいのを見せてあげる。ちょっとやめてよ。アウレット、ボールをこっちに渡して。わかった。でもちょっと待って、ゴール。やったね。危ない。はルナボード生意気な鳥が吸い込まれた。自分で押せ、お邪魔しく。大変だ、どうしよう。ロボキャットだ。僕のスーパーコンピューターで動くのさ。ロボットが3体も。ロボキャット、子猫ちゃんを檻に閉じ込めろ。うわ、3対1じゃ勝てないよ。僕を止めるのは不可能だ。なんだよね。君たちは本当にすごいよ。スーパーパワーがなくてもね。ありがとう。うんうん、いいの。最初から手伝ってもらえばよかったんだ。うん、奴らを捕まえろ。今こそヒーローになろう。力を合わせて戦うよ。スーパーキャットスピード。バーン、うん、スーパーヒーローになった方がずっと戦いやすいだろ。アマヤはフクロウに、アウレット、グレッグはヤモリ、ゲコー、パジャマスク。ロミオのスーパーコンピューターを壊そう。コンピューターがなければロボットは動けない。わかった、やろう。あ、仲間と一緒に戦え、ロボキャット。来たぞ。本物の月光とアウレットだろう。私が本物のアウレットよ。僕が本物の月光だ。僕だよ、僕だよ、僕だ。さあどうする、困った子猫ちゃん。どっちかわからないだろう。ロボットたちはスーパーパワーを持ってる。でも僕の友達じゃないんだ。アウレット、月光、取って。いえ、キックトンボ返り、ぐるぐるスピン。どうだロミオ、友達はすぐ分かっ